こんにちは、プロコンプロの小池翔二です。どうですか皆さん、ドライバー飛ばしていますか？今回はドライバーが上がらない人の特徴をご紹介いたします。どうでしょう、ドライバーがあまり飛ばない人の中には球が上がらなくてキャリーが出なく飛距離を損している方や、どうやったら高弾道でドライバーを飛ばしていいのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。やはりドライバーはビッグキャリー、高弾道で最大飛距離を飛ばしたいものですよね。今回はそういう方のためにドライバーが上がらない人の特徴を4つご紹介いたします。ドライバーで球が上がらなく悩んでいる方はこの特徴に当てはまっているかどうかチェックしてみましょう。球が上がらない原因を修正することによってドライバーは通常通り球が上がるようになりますし、当然スイングも良くなります。そしてドライバーショットでの最大飛距離を手に入れることができます。飛ばしてなんぼ。ドライバーが上がらない人の特徴、1つ目が右肩が左肩よりフォローで高くなるということです。このようにダウンスイングからフォローにかけて煽るように右肩が上がってスイングしている方いらっしゃいますよね。なぜ右肩が上がると球が上がらなくなるかというと、右肩が上がることによってダウンスイングからフォローにかけドライバーのロフトが立ちすぎてしまい、ボールが上がらない状態になるからです。正しい右肩の使い方はこのようにダウンスイングからフォローにかけて右肩が左肩より低くなります。このように右肩が左肩より低くなります。後方から見てみましょう。アドレスの前傾に沿って肩を回すとバックスイングでは左肩が低くなり、ダウンスイングフォローでは右肩が低くなります。ダウンスイングからフォローにかけて右肩が低くなるとドライバーのロフトは適正になりボールは上がります。ダウンスイングからフォローにかけて右肩が上がった状態でスイングすると右肩が被った振り方になり、ダウンスイングもアウトサイドから入ります。またボールに当たる入射角も鋭角になり、当然ロフトも立ちすぎるためボールは上がりません。では実際にハーフショットで右肩が上がった打ち方で打ちます。右肩が被ったスイングでアウトサイドインの軌道となり、またロフトが立ちすぎるためボールが上がりません。次は右肩を低くした打ち方です。ドライバーのロフトは適正になりボールは上がります。アドレスの前傾に沿って肩を回していきましょう。右肩が左肩よりフォローで高くなる人のアドレスで多い構え方は、アドレスで右肩と左肩の高さを同じく構えている方がとても多くいらっしゃいます。アドレスでは必ず右肩は左肩より低くいたしましょう。ではどれくらい低くするのというと、このようにグリップするとき右手が下になった分右肩を低くいたします。このように右手が下になった分右肩を低くいたします。右肩左肩が同じ高さにしてはいけません。アドレスで右肩が低くなっているかどうかチェックしてみましょう。飛ばしてなんぼ。ドライバーが上がらない人の特徴、2つ目が頭が左に据えする、体が突っ込むということです。このようにバックスイングしてトップ、そしてダウンスイングに移るときに頭が左に据えして体が突っ込んでいる方をよく見かけます。頭が左に据えして体が突っ込んでしまうと、どうしても右手で上から打ちに行く形になり、インパクトの入射角が鋭角になりボールが上がらなくなります。ではどうしたらいいのかというと、そういう方はまずダウンスイングからインパクトにかけて頭をこのように右サイドに残してスウェイしないように心がけることが必要です。そうすることにより右手で上から打ちに行かなくなり、インパクトの入射角が緩やかになりますのでボールは上がるようになります。では実際に打ちます。まずは頭が左にスウェイして体が突っ込む打ち方です。右手で上から打ちに行き、ヘッドの入射角が鋭角ですよね。ではもう一発打ちます。右手で上から打ちに行っているのでアウトサイドインの軌道になり、低いスライスが出やすくなります。次は頭を右サイドに残して体が突っ込まないように打ちます。頭を右サイドに残しているのでヘッドの入射角が緩やかになりボールが上がります。体が突っ込んでしまう人にはこの簡単なドリルをお勧めいたします。ティーの上に乗ったボールの前にボールを置き、
そのボールに当たらないように打つドリルです。体が突っ込んで打っている方はどちらのボールにも当たってしまいます。このようにティーに乗ったボールだけを打ちましょう。周りの安全を確認してからやってみてください。では実際に打ちます。まずは頭が左にスウェイして体が突っ込む打ち方です。体が突っ込んでいるのでヘッドの入射角が鋭角になり、ボールに2つとも当たりました。次は頭を右サイドに残して体が突っ込まないように打ちます。ヘッドの入射角が緩やかになり、アッパーブローで打てているのでティーのボールだけを打てました。このように頭がスウェイして体が突っ込む方はインパクトの入射角が鋭角になってしまうので、ティーのボールとその前のボールを打ってしまいます。ですので頭を右サイドに残してティーのボールだけを打てるようになりましょう。飛ばしてなんぼ。ドライバーが上がらない人の特徴3つ目はボールを真ん中にセットしているということです。ボールを真ん中にセットするとアイアンと同じようにヘッドの入射角が上から入ってくるので、プッシュアウトスライスやテンプラがとても多く出やすくなります。またこのボールの位置で打つとドライバーではロフトが立ちすぎて低いボールになります。ボールの位置が真ん中でセットしていないかチェックしてみてください。ドライバーのボールの位置は真ん中ではなく左かかと線上でセットされているかどうかチェックしてみましょう。そしてアドレスしたとき、ボールのすぐ後ろにヘッドを置くのではなく、ヘッドを1個分くらい離して構えることがコツです。なぜヘッドを1個分離して構えた方がいいのかというと、メリットが2つあります。1つ目はヘッドを真ん中で構えることによって、ドライバーとアイアンのアドレスの間隔を近い感じにすることができるからです。2つ目はヘッドを1個分離した場所がヘッド軌道の最下点を意識しやすくするためです。ヘッドを1個分離すことによってアッパーブローで打つイメージが持ちやすくなります。では実際に打ちます。まずは真ん中にボールをセットして打ちます。ボールの位置が真ん中なのでロフトが立ちすぎてしまい、ボールが低くなりました。次は左かかと線上にボールをセットして打ちます。ロフトが通常になりボールは上がりました。ドライバーでボールが上がらない方はアドレスのボールの位置をチェックしてみましょう。飛ばしてなんぼ。ドライバーが上がらない人の特徴4つ目はテイクバックでインサイドに引きすぎているということです。テイクバックがインサイドに引きすぎるとどうしてもフェースローテーションが大きくなり、インパクトでヘッドが被ると低い引っ掛け、フェースが開くとプッシュアウトが出やすくなります。インサイドに引いてしまう癖のある方は体を横回転で回すイメージが強すぎるので、ヘッドをまっすぐ上げるイメージでテイクバックすると良いでしょう。そうすることによってフェースローテーションが大きくなりすぎることがなくなり、ドライバーのボールも高く上がりやすくなります。テイクバックでインサイドに引いてしまう方の中には、足裏の体重の位置が母指球やつま先の方に体重をかけている方に多く見られます。ヘッドをまっすぐ上げるイメージで上げると肩が回りづらくなるので、どうしてもインサイドに引いて打っている方いらっしゃいます。そういう方は土踏まずに体重をかけると適正なテイクバックに修正することができます。では最初はまずつま先体重でインサイドにテイクバックして打ちます。インサイドにテイクバックしているのでフェースローテーションが大きく、フェースが被って低い球が出ます。どうしても母指球やつま先体重をかけたアドレスになると、このようにインサイドに引きやすくなる方が多く、そこから打ちに行く場合どうしてもフェースローテーションが大きくなり低いボールが出やすくなるんですよね。次は土踏まず体重でヘッドをまっすぐ上げるイメージで打ちます。手が腰あたりに来た時にシャフトが飛球線上と平行になるようにテイクバックいたします。フェースローテーションが適正になりボールは上がります。テイクバックでインサイドに上げすぎている方は土踏まず体重でヘッドをまっすぐ上げるイメージでテイクバックいたしましょう。